こんにちは、今日も皆様にイギリスの美味しいリアルエールをご紹介したいと思います。今日はクリスマスも近いのでこちらです。クリスマスイブ、ベートマンズのクリスマスイブ、セクシーなお姉ちゃんがけしからん格好した、ラベルなんですが 4.4%、 なんかこれによるとちょっとスパイスが入ってるらしいんですが、どんなビールなんでしょう。私飲んだことないんですけれども、ちょっと楽しみです。じゃあちょっと早速開けてみましょう。よし、あ、濃い琥珀色ですね。ダークエールに結構近いくらい濃い、もうほとんどダークエールって感じ。もうすごく濃い琥珀色って感じです。香りいきます。何じゃこりゃ、なんかね、不思議な匂いがする。なんだろうこれ、なんか甘さの中になんかスーッとするような、やっぱスパイスかな、これスパイスの香りですねきっと。飲んでみます。うん、不思議な何の味だ、なんかね懐かしい味がするんだけど、昔食べた駄菓子屋で買ったなんかみたいな、なんじゃこりゃ。キリってあんまり好みじゃないなんかね、不思議な安いお菓子っぽい味がするんですが、うん、甘さもあってホップの苦味はあんまりないですね。なんか微妙な苦味はあるんだけど、全然嫌味じゃない苦味なんですけど、でもホップの爽やかさはあんまり感じない。あるのかもしれないんだけど、なんかこの変なスパイスが邪魔してて、あ、うん、なんかホップの苦味出てきた出てきた、うん、3口目ぐらいに行くと出てくるんですけど、でもまだ変な駄菓子屋の安いお菓子みたいな味がまだします。なんじゃこりゃ。うん、これね、なんかシナモンとか書いてあるんだけど、シナモンも密かにしますね。うん、確かにシナモンもちょっとする。私毎日オートミールに、ポリッジにシナモンかけて食べてるんで、シナモン取りすぎでたくさん入ってないとシナモンが分かんなくなってきてるんですよ。麻痺しちゃってて、うん、微妙に、うん、微妙にシナモンの感じがしますね。フルーツケーキとか、フルーツケーキ、イギリスのクリスマスケーキって、ウェディングケーキとかクリスマスケーキってフルーツケーキ長持ちするんですけど、があるんですが、そういうのに合う、うん、確かにそういう甘いもの、あとクリスマスプディングとかそういうのに合いますね。うん、料理に合うビールじゃない。うわ、これは珍しいわ。まあある意味面白いビールなんですけど、ちょっとあまりおすすめはできないかもしれない。でもまあ、変わったビール飲みたいっていう方にはいいかもしれないですね。これ。あと、ラベルが気に入った、このセクシーなお姉さんのラベルをちょっとキープしたいとかっていう方にはいいかもしれない。では、今日はこれで。